ソシオニクスの今日は直感、はい、現時点での私のソシオニクスのこれかなって思ってるのは、はい、まあ、IEE、うん、で主機能が外交直感、はい、で多分隊長は、うん、外交直感はソシオニクスだと、はい、脆弱な機能のところに行くので僕が強い部分、うん、体調が弱いと自覚する部分をやってみることで、うんうん、もしかしたら直感って分かりにくいですよね。直感とそう感覚が、はい、僕はまあどっちも分かるみたいな感じなんで、そう、あと僕はどっちも分からないと思ってるのは、はい、自分がこれ感覚だよねってやってることが全部直感かもしれない。皆さんがそれ直感だよっていうことを、うん、これ感覚でしょって言ってる可能性もある、うん、この捉え方によって変わったりもするじゃないですか。はい、はい、その辺が難しいかなって。そうなんですよね、はい、でこれを感じてるのは僕だけかもしれないんですけど、うん、ツイッターの風潮では、はい、なんか直感の方が偉いって感じしません？偉いって言ってる人が多いと思いません？うん、まあ感じです。自分が掴んでるからじゃないですかね。ああ、うん、まあ、結局こう自分のものを正しいと思いたい心理があるじゃないですか。偉いっていう意味でいいですか？それは正しいっていう、正しいっていう意味ですよ。私の方が正しい、 N の方が正しい、正義であるみたいなことでいいですかね、うん、はいはい、だとするとこう、まあ、ポジショントーク的な N のこんなとこ弱いんだよねって言いつつも N の方がみたいなとか、 まあそれ多分お互いあるんじゃないかなとは思いますけどね。ああ、なるほど、うん、で僕はどっちかというと、うん、自分で握ってるのは S なんですね、はい、S だよね俺って、うん、感覚だよねって思ってるんですけど、うん、最近直感と言われることもあり、うんうん、握っていいんですかと、はい、でいやそういうのをなんか直感だよねって言ってる人を、うんうん、僕は S の立場で見てるので、うんうん、僕がこっちの N を握っていいんですかって、うんうん、N って僕が言っていいんですかねって感覚になってるんですけど、僕の感覚的には N が偉い的な感覚はないですから、ね、そう、本当はもう全部そうですよね、はい、す思考と感情もそうですよね、うんうん、ただ僕が今ツイッターで見てると、はい、もう思考がさみたいな、うんうん、思考はもう至る高いなんですよシンキングじゃなくてはい、はい、至る高い、至る高いなんですよ、うんうん、思考の身としましては、はいはい、感情のものよ聞けみたいなはいはい、はい、議論のできない感情のものよって、うんうん、いやまたキーキー言ってらって、うん、で僕は多分こっち側でキーキー言ってるんですよって感じがあるので、うん、ちょっと今日はなので直感、分かりづらい直感のことを、はい、ソシオニクスはまず外交直感をどう言ってるんですかっていうのを、うん、いつものようにいざよいブログ、うん、めまいさんの許可を得て、うん、ちょっと考えていきたいなと思っております。では今、まあ、こちらに出しているもうこれですね、はい、5番目暗示される機能 SLI。 あ、なるほど、うん、なのでちょっとこの辺、はい、見ていきましょう。あ、すいません、ちょっとじゃあ間違えましたね、はいはい、編集がめんどくさい、うん、外交直感の紹介をさせていただきます、はい、うん、外交直感とは人や物の時間的な発展性を捉える見方で、はい、新たな挑戦や才能の開発などに役立ちますと。もう全然ピンと、もう読んでても読んでるだけですけどね、はい、ま、外交直感とは何か将来的に発展させるためには、うん、チャンスが不可欠です、うんうん、そのチャンスを理解したり作り出したりするのが外交直感の働きですと、うん、外交直感の解釈の一例としましては、可能性を見出したものに一か八かかける、うんうんうん、才能や意図、動機など目に見えない特徴を見抜く、うん、異なるものを掛け合わせて新たなアイデアを生み出す、うん、知的好奇心を刺激したり、うん、興味を引きつけたりする、うん、こういう頭の使い方、考え方をするときは、うん、あなたの中の外交直感が働いているときですと、うん、僕ね、はい、外交感情の時は分かるって気がするんですけど、うん、今これ読んでも、うん、んって僕は分かる気がしますけどね
隊長はね何でも分かるんですよ。何でも分かるっていうか、はい、自分でもまあ心当たりがある的な分かる、うんうん、可能性になんか勝負したくなったりするはいはいはいとか思いついたりとか、うんうんうん、あこんな動画撮れるかもで、まあこれはなんていうんでしょう、職業、まあ、職業になってないんですけどまだ、はいはい、まだ、うん、職業になってないんですけど、うん、職業病なのかもしれません、うんうん、なのでなんかそれを常に探してたりはするんですね、うんうんうん、それはわかります、うん、いかに楽に動画の企画を立てられるかって、うん、このシステムを考えるのが勝負じゃないですか。でもそこでいくと多分 S ですよ、いかに楽には。あいかに手を抜いて楽に、そう、ロシもそうですよね、うん、もう81個あれでできるんですよ、はい、だし漫才師のミルクボーイさんも、うんうん、あのシステムを考えたわけじゃないですか、はい、それはコーンフレークやがな、うんうんうん、いやいやコーンフレークじゃないとか、うんうんうん、アイトゥイマテもそうですよね、はい、あの人のシステムもヤドカリだと思ったら、うん、チョココルネだった、うん、アイトゥイマテって、うんうん、いうもう完璧なシステムこれによってあの人は今 20年以上飯を食ってるんですね、はいはいはい、これを僕も探してる感じなんですよ、うん、要はもうここに来るだけで、うん、さっと動画が作れる、うんうん、でその感覚は S っぽいですよね、はい、これ S っぽいですか。僕の S と N の認識では、はいはいはい、要は快適さを求めるわけじゃないですか、楽をするみたいな、楽をしたい、楽を、うん、ただまあ知的好奇心よってプラス知的好奇心じゃないですか、うん、これってだってもうどんどん、はい、うん、僕の場合ちょっと抜けていく量は多いんですけど、はい、どんどん貯めていくわけですから。でもその面白そうみたいな話が強いのか、はい、楽しようみたいなのが強いのかみたいな話じゃないですか。ユング系のものは、はい、S と N は同時にそんありえないみたいな、ありえないって言いますね言うじゃないですか、はい、どっちが強いかどっちに偏ってるかみたいな考え方っていう、はいはいはい、難しいですね。で、はい、多分主機能が来ると多分どっちかはありえないみたいな話ですよね、はい、ただ主機能から外れていけば両方使ってるみたいな、あ、まあ、うん、半分ですもんね、うん、でもだから何て言うんでしょう、でもこれって未来でもあるわけじゃないですか、うん、我々の未来を考えてるんですよ。未来を考えてるっていうか、まあ、その多分最も S っぽいのっていうのはこの快適さじゃないですか。あ、そうですね、はい、快適さを得るためにいろんなことを考えたりとかはすると思うんですよ。アイデア作ったりしないみたいな、はいはいはい、でも大元はこの快適さみたいなところだと思うんですよね。で N の人はよくわかんないですけどアイデアなのか、はい、大元がアイデアみたいな、そこはねもうなんか ぼんやりです、ごめんなさい、はい、説明できなくて、皆さんはどうでしょうか、はい、ちなみに MBTI では、うん、あなたがしっくりくる方が、うん、あなたでいいそうです、はいはい、だけまあ僕はどっちもしっくりきてません、はい、感覚も直感も、うん、僕もです、ね、しっくりなのは多分 S なん、あ、僕は S なの、 S なんでしょって思ってるんですけど、うん、僕は S のこの部分がしっくりきて N のこの部分がしっくりくるみたいな感じなので、どっちなんだろうみたいな、そうですね、うん、分かんないですね、はい、じゃあこれが一か八かかけてるのかっていうと、うん、いや一か八かではないよと、そんなに YouTube を撮るのって、はい、うん、一か八かでかけてやってるもんじゃないですもん。僕は、あ、まあ、YouTube に関しては一か八かは書いてないですけど、はい、もうこれまでのやつ面白いっていうものに一か八か書けるみたいなのはよくある。あ、はい、まあ、確かに起業されてますもんね、うん、はいはい、ちょっとなんでまだ分かんないですけど、うん、外交直感のキーワードというところで、うん、可能性、置き換え、うん、同型っていうのは同じ形、うんうん、類似、うん、本質、不確実性、未知なるもの、うん、新たな窓を開いて会話に新たな風を吹き込むこと、うん、好機の把握、好機っていうのは、まあ、絶好の機会のことですね、うんうん、ワンダフルオポチュニティですね、うん、美術でいうところの、うん、はいはい、チャンス、創始、創始っていうのは作り出して始めること、うんうん、で情報の更新みたいなのが外交直感のキーワードです、うん、新しいものは楽しいですよね、やってて新しいものは楽しいです、それもあるんですよ、はい、型を作るのも好きですけど、うん、これやっていくのも全部新しいのをやっていくわけですもんね。81回にわたって老子の新しい知識を得ていく、このソシオニクスも、うん、この類型論も、うん、どんどん新しいのを入れていくわけでじゃないですか、はいはい、でまあ、これでどんどん分からなくなってくるんですけど、
はい、言えることによって、うんうん、はい、